さき、おはよう。ダブルバインドとは二重拘束とも言いますが、ベランダの手すりに5秒立つ。ちょっとカナ、何やってんの。カナちゃんが学校で事故に遭ったそうです。うちらのせいだよ。カナが自分でやったことだよ。安藤さんの葬儀が行われるので。お、教える自信もないですし。カナって日記つけてるって言ってなかった。え、シャキってさ、将来やりたいこととかあるの。私女優になりたいんだ。いいよね、夢があるって。夢じゃないんだよね。君ぐらいのルックスの子はこの業界には腐るほどおるんや。何も特別な存在あらへん。なんでそんな同情引こうとするような態度すんの。なんか死んでしまえって感じなんだけど。安藤さんのお父さんから電話があって、いじめがあったんじゃないかって。私たちカナの親友だと思ってたのに。木場咲ってどんな子なの。ずっと一人で君臨してるって感じです。私何もしてないじゃないですか。ねえ、ね、おかしいでしょ。誰待ってたんですか。うちの娘が死んだ事件に関係してた子ですよ。安藤カナさんが亡くなった日のこと教えてもらえる。あなたのことなんて誰も受け入れてないですよ。以上です。私と真帆につきまとうのやめてもらえます。じゃあなんでカナがベランダから落ちたのか本当のこと話してくれ。親子揃ってつまんねえ。さあ、まざけんな。あんたがやってることが問題なんだろうかよ。証拠さえあれば逮捕できますよね。お前ら二人とも刑務所ぶち込んでやるか。そんなの聞いてない。死んでほしいだろ。勝手に死ねば。なんでカナを死ぬまで教えたんだよ。どう感じたのか教えてくれよ。あの瞬間どう感じた。なあ、どう感じたんだよ。